はい、こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさんの背景、あのー、めちゃくちゃ綺麗な夜景がありますね、と思いのあなた正解でございます正解です正解でしたえー、こんにちは、ひろきです。えー、今ですね、あのー、名古屋駅のすぐ近くの、 マリオットホテルっていう、えー、ホテルのですね、えー、46階に今泊まらせていただいていてですね、まあ今これからちょっとゆっくりしようかなというふうに思ってたところなんですけど、まあ中はですね、大体こんなような感じで、まあすごい綺麗なホテルに泊まらせていただいてます。で、えっ、ー、とですね、まあ46階ということでですね、ちょっと夜景がすごい綺麗なので、あのー、皆さんにもシェアしたい、したいなというふうに思うんですけど、まあ大体こんな感じです。見えますかねあのー、 ちょっと見ていただいたと思うんですけども、あのすごいえっ、ー、とやっぱり46階ということで。すごい景色が綺麗、えー、だなという風うに私も感じながらえーと泊まらせていただいてるんですけど、今日はですね。なので、あの環境をすごい意識していただけたらいいなという風うに思いまして。あの、そういうことをお伝えしたいです、えー、環境を変えたらですね。すごいネ。ガティブな気分、えー、もですね。私もちょっと前までネガティブだったんですけど、まあ、こういうところに泊まることです。ごい。あの気持ちがですね。伸び伸びとして、あのセルフイメージ。が ってです,ね、すごい仕事があの円滑にすることができていて今日もすごいいい結果を出すことができたんですねえー、なのでまあ本当にですね環境を変えるとまあ本当にいい結果を出すことができるので、えー、そういうことを意識してあなたもあの仕事頑張っていただけたらと思いますありがとうございます